三鷹アニメーションミュージアムスタジオ主催アニソンライブ2014梅雨、開催日は2014年5月17日土曜日、オープンが16時30分、スタートが17時。出演者黒田美穂、北岸涼子、西園隆之、今野香菜、吉川真紀子、白鷺紀子、門馬陽、近藤沙耶香、新人声優、役者、そして元ディーンの渦本直樹さんにもご協力いただき、ボイストレーニングの生徒さんも加え、スタジオ初企画に挑戦します。当日のチケット料金は1枚1500円、ワンドリンク込みです。場所はスタジオ RI、JR 中央線三鷹駅徒歩4分のスタジオです。詳細は三鷹アニメーションミュージアムスタジオの公式サイトをご覧ください。ユーストリーム、ありがとうロードプロジェクトメンバーも参加いたします。たくさんのお客様のご来場、お待ちしております。ですね、日頃のありがとうを伝えよう放送、イエーイ、母の日です。はい、この番組はですね、明日も新しい道がある、その道にもありがとうをつなげていこうと、とにかく何か発信したいと、東京都三鷹市から役者声優メインで始まった企画番組でございます。イエーイ、はい、はい、いやー、そしてですね、ここ、はい、どこか分かりますか？分かんないですね。分かんないね、ここ見たってね、絶対に。はい、こちらはね、三鷹市にあります三鷹駅から、 JR 三鷹駅から徒歩4分の場所にありますスタジオ RI さんをお借りしてやらせていただいております。ありがとうございます。はい、そしてこの番組ではチャット参加ができます。はい、はい、ですね、ユーストリームさん、ツイッターさんのアカウントにご登録していただきまして、うんうん、そちらからユーストリームの私たちの番組のトップ画面から参加することができます。はい、でまた、はい、あのアーカイブの方は記録配信となっておりますので、あのそちらであのチャットしていただいても反応することができるので、ぜひこのリアルタイムの5月10日のこの時間帯でチャット参加して、私たちと一緒に番組を盛り上げていただきたいと思います。はい、お願いします。どうしたの？なんか悪かったねって始まったばっかだな。びっくりした。はい、はい、まあね、そんな感じでね、はい、こんな感じですけど、はい、自己紹介していきましょうか。はい、はいはい、ではエリカさん。はい、はい、ショートのニャー。はい、ニシャン。おはよう。はい、はい、そして熊谷ひろみです。よろしくお願いします。この4人で今日はお送りします。はい、そして、うん、今週の、うん、はい、情報は誰かな。誰だ誰だ。ふれあい写真コンテスト入選作品と、うん、はい、そういうのや、世界人権宣言パネルと、まあパネルだね、写真のパネルだね、はい、はい、それと人権の花運動の取り組みのパネルと、まあ花の、まあ要は人権のに対しての写真ですと、うん、まあほら要はね、触れ合っていこうですよ。なるほど、はい、なるほど。アバウトすぎじゃないですかね。バカだな、分かりきったことじゃないですか。ほうと言いますと、触れ合い、はい、ほう、触れ合い、それは何かって言ったら、何ですか、僕らのテーマじゃないかなと。ほら、みんなと触れ合ってね、うん、いい番組を作っていこう、そんな思いを込めて僕はこれをお勧めします。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、ちなみに、2014年の5月23日ですね、金曜日です。はい、午前10時から
正午までです。正午、正午か、はい、12時でいいの。まあそういうことです、うん、これ井の頭公園のどこって、あ、井の頭公園のですね、野外ステージ付近ですね、はい、野外ステージやるんだ。野外ステージってあるんだ。そうだよ、ね、うん、でですね、まあ雨天の場合がねないんですよ。ああそうか、あの繰り越しになっちゃうんで、繰り越し、ああ、はい、あのその場合は5月26日の月曜日です。なるほど、はい、雨が降った時はまあ雨が降らないことを祈ってね。そうですね、はい、写真を見てね、ああ、俺たちも頑張ろうぜ、人権、いい言葉だなんて思いながらね、うん、何ポカンとしてるのみたいな。いやいやいや、そうだね、うん、そう思いだと思う。ついてこいよ。はい、というわけで、はい、三鷹情報でした。はい、ありがとうございます。いや、ただいま人権パネルですね。近い近い。はい、それでは、はい、始めたいと思います、はい、ありがとうロードプロジェクト、母の日ですね、日頃のありがとうを伝えよう放送、はい、せーの、スタート。三鷹アニメミュージアムスタジオ、前回は2014年5月17日土曜日、オープンが16時30分、スタートが17時、出演者は黒田美穂、北岸涼子、西園貴之、本野香奈、吉川真紀子、白鷺紀子、門馬陽、近藤沙耶香、新人声優、役者、そして元ディーンの渦本直樹さんにもご協力いただき、ボイストレーニングの生徒さんも加え、スタジオ初企画に挑戦します。当日のチケット料金は1枚1500円、ワンドリンク込みです。場所はスタジオ RI、JR 中央線三鷹駅徒歩4分のスタジオです。詳細は三鷹アニメーションミュージアムスタジオの公式サイトをご覧ください。ユーストリーム、ありがとうロードプロジェクトメンバーも参加いたします。たくさんのお客様のご来場、お待ちしております。よい子のみんな、はい、方式クイズの時間だよ。テンション上げろよ、もうちょっとよ。すげえ嬉しい、超嬉しい。はい、というわけで今回もお題はこれだよ。どれ？分かるかな？え、もうお題だ。いきなり出すの？例題？例題だね。はい、こういう感じでやるよ。じゃあいくね。はい、わかりました。はい、頭文字のアルファベット、例えばこれなら A、A、K となってますね。これは、これの頭文字ですね、はい。まあ答えはこの赤、青、黄色。ってことは何かって言われたら信号だね。うん。とまあそういうことで、まあ本当はここ隠れてるから、うん、一体何かを、この方式に基づいて何かを答えてもらう。そういうゲームだよね。はい。そして、気をつけてほしいのは、僕、ローマ字しか使ってないよ。
というのも、なんかめんどくさいじゃん。いや、よくわかった。はい、まあ、お題としてね、ローマ字、英語でもローマ字だね。レモン、レモンね。レモンって書いてあったら、それは R ってやってくださいと。L じゃなくて。はい、なるほど。はい、じゃあ早速1問目いってきまーす。はい。ダーン、じゃじゃん。はい、K、M、K、F。はい、これなんでしょうか。K、M、K、F。おう、M、K、F。K、M、K、F。はい、これなんだ。あ、もう、おいおい、みんなさ、ヒントなくてもさ、分かるようになろうぜ、もうそろそろさ。先生、あと半年待って、じゃあ。しゃあねえな。半年長いわ。はい、ヒント。はい。この順番です。どの順番？どの順番？この順番で。この順番です。はい。この順番です。変動はしません。はい。はい。変動しない？変動しません。わかりにくいヒントよ。ね。もっとなんかもうちょっと雑に迫るヒントが欲しい。そうだね。ヒント。はい。僕が子供の時は嬉しかった。子供の時嬉しかった。今になりゃ関係ねえなっていうやつです。はい。子供の時嬉しかった。わあ、もう超はーいわーいって。わーいわーい。って言ったけど。M K F。はい。なんだ。子供の時は嬉しかったな、もうこれ。まあ、もう本当に嬉しかった。100って言ってた。まあと、まあ、特にすごいガキの頃はもうこの2番目の K の時はもう本当ね、もう100ってやって。なんだ、なんだろう。子供の頃に100ってなる K。うん。関西。うん。もう空ばっかり見上げたよ。この K は K の時はね。うん。空が関連するってこと？おーや、お、何？お、いいんじゃないですか。分かってんじゃん。あれ、バカにされた気分だった。先生の流れだったら誰でもすごくバカにされた気分だったけど、どうしよう。分かってんじゃん。いや、いけるよ。そんな感じだよ。空に関係、まあけど、そんなないね。え、ないないんか。はい、ヒント。はい。そうだね。はい。まだ今すごい分かりにくい。はい、ヒント。はい。どういうの、どういうの欲しいんだい。言ってみろよ。確信に迫るものが欲しい。確信に迫るだと。すごい大人びた生徒がいる。はいはい、じゃあ分かったよ、もう。ありがとうございます。たくよ、仕方ねえな。これはですね、今だね。今違うな。今空、今っていうか、まあ、うん、まあ今？え？今に近いのかな？近かった？終わっちゃったけどさ。なんて分かりにくい。終わっちゃったけどさ。ね？終わっちゃったけど。終わっちゃったけどさ。それは子供の頃は終わっちゃったってこと？うん。ああ、待って。違う。分かった気がするんだけど、すげえ真ん中が出てこない。なんでだよ！待って。これ分かんじゃん。ちなみに。はい。はい。なんだい？これは、うん、ゴールデンウィークじゃないでしょうか。おお。憲法記念日、うん、緑の日、うん、真ん中の K が分かんないんだけど、次、振り返り休日。はい、正解。いや、じゃあ、今子供の日じゃない。そうでーす。なんで一番ヒント与えたところが分かんないんだよ。空見上げただろ、鯉のぼりがあっただろ。あー、そこか。はい、正解です。ゴールデンウィークでーす。お、久しぶりに正解したじゃん。久しぶりです、先生。はい、ありがとうございます。たぐやっとかよ。おい、ミスるとか。そこで怖いよ。はい、じゃあ次の問題です。はい、次の問題はね、うん、こちら。お、 U S P R S。 はい、 U S P R S だね。 U S P R S。何？重要語。そうかもしんないね。はい、わかりましたか？先生、ヒント。もうヒント。早い。はい、わかりました。じゃあヒントね。はい。食べ物です。おお。これはいいヒントですね。うん、もうそれしかヒント出さない。これは5つ関連するので1個の。まあ、あとヒントとしては、はい、これにもこれ以上あるんだけど、
これ以上あるんだけど厳選した中だね。なんか有名なやつをピックアップしました。もう他にもいっぱいあるんだ、細かいのは。けど細かいのは無視しました。いやもう大ヒントだよこれ。もう俺もう分かるもん。そりゃそうでしょ、作ったんだもん。あ、そっかそうだねなんで冷静おい、なんで冷静なんだよ、もうちょっとさいや今日冷静に対処しようと思う。はい、分かんないよ。え、分かんない、ちょっと待って、なんで分かんないの。え、料理、え、料理、食べ物食べ物だよ。まあ、料理も関係するんじゃないの。もっと食べ物は幅広いよ。そりゃそうだ。お、何、わかんない。これ行ってみろ、これ行ってみろ、ガツクだ。なんかこれ何やろうな、先生。分かる。ヒント、はい、ヒント、はい、食べ物です。言っちゃう、はい、これはですね、まあなんかの食べ物のなんか組み分けみたい、組み分けっていうか枝分けみたいな、なんかの食べ物の枝分け。枝分け。あー、コースじゃないだろうな。まあ、ちなみに僕は R が一番好きかもしれないね。R。あ、けど U も捨てがたいね。U。うん。まあ S 俺食べれないんで。え？うん。好き嫌いが多いのにね、2つもあるんだね、食べれるの。いや、いっぱいある。あ、これこの最初の S 以外は全部食えるよ。ちょっと待ってくださいよ皆さん、こんなに簡単なものをさ、ちょっと待ってくださいよ。もうお兄さん悲しいよ。お兄さんヒント。さらにはい、じゃあヒント、はい、R は、うん、あるわ。うん、R はね、結構ね、うん、もう激戦地だね。激戦地。うん、R はもう激戦地だね。激戦地。もうね、あの P はね、おしゃれ。待って、 R はわかるか。あ、なんか最後の S。これつながらない。2個っていうのが。そのね、この S、 最後の S はね、うん、僕は。もう学生時代夏休みずっと食べてたな。あれ、これでいいのかな。はいはい、麺類。お、例えば U はうどん、 S そば、はい、パスタ、はい、ラーメン、はい、そうめん、はい、ピンポーン、麺類でした。ラーメンはちしか分かんなかった。これなんだ、一夜はそうめんかそばどっち食べれないの。あ、そばです。そば食べれないの。最後の S は夏食べてたっていう。そう。ああ、そういうことか。はい、まあそうめんはね、なんかちょっと麺からなんか離れてるっぽいから最後にしてみました。なるほど。はい、ラーメンしか分かんなかった。はい、正解。お、エリカさん調子悪いよ。私いつも調子悪いよ。はい、最後の問題です。はい、じゃん。はい、うん、S、T、I、S、K、K、はい、また文法。そうだね、これもね、種類がいっぱいあるんだ。何でしょうか。けど有名なんで、有名なのを厳選しました。へえ。難しいよ、だからヒントあげない。何でスパルタですか、そこで。先生、分かりましたよ。ヒント、はい、ヒント、全国です。全国。はい、全国です。全国、はい、にあるもの。全国にあるものですね。ある、全国にあるものっていうか、全国で違うやつ、元は一緒なんだけど全国に回ったら違うって。なんだ、え、なんだ。先生、これ分かったらなんかヒント、あ、なんかちょうだい。なんかヒント分かったらなんかヒント。全国で違うもの。うん、全国で違うものだね。けど、うん、昔は使えなかったけど、うん、今は使えると思う。なんか分かったような気がするけど、でも全部言えないな。まあ難しいよね。まあもうちょっと尺的にもうちょっと考える、あれを悩みを。最後の K が、ルーディさん、さっきのなんだよ、麺類のやつ、お、
当たってましたよ。おお、ほらさすが、ほら視聴者の方の方がねやっぱりね覚えてるっていうね、通るってんだお前らは。おーすごい先生、よくあるテレビに出ると緊張する的なあれじゃないですかね、こっちは的なね。そっか、うん、なるほどね、やったというわけで、はい、これなんだてか多分これだろうっていうのはあるんだけどな。先生そろそろお時間、いい時間でございます。了解しました。じゃあ翔さん言ってみな。あれじゃない、あの、なんだっけ、あ、駅のスイカ、あ、スイカとか、ま、な、な、な、何カードって言うんだから、 IC カード。あ、そう、 IC カード、はい、ピンポーン。あの、スイカとイコカとスゴカしか分かんない。はい、というわけで、まあ、答えとしてはですね、スイカ、北海道は T は T がトイカ、東海、JR 東海です。で、イコカね、大阪、あ、関西。はい、S がですね、スゴカですね。はい、スゴカ、あの、北九州、あ、九州ですね、JR 九州です。で、K、北かです、北海道です。あ、はい、というわけで、はい、IC カードね、乗車、はい、すごい、ほら、お、順調じゃん。いや、俺スイカで行く場所かと思ってしょ。ほらな、私もだよね。え、こうやってね、慣れていくんですよ人って。すごいですね先生。いや、だから人って面白いですよね。はい、以上、西園孝之の方式クイズでした。はい、はい、じゃあ一旦 CM 行きたいと思います。はい、どうぞ。変な三鷹アニメーションミュージアムスタジオ主催、アニソンライブ2014梅雨、開催日は2014年5月17日土曜日、オープンが16時30分、スタートが17時。出演者、黒田美穂、北岸涼子、西園孝之、今野香奈、吉川真紀子、白鷺紀子、門馬洋、近藤沙耶香、新人声優、役者、そして元ディーンの渦本直樹さんにもご協力いただき、ボイストレーニングの生徒さんも加え、スタジオ初企画に挑戦します。当日のチケット料金は1枚1500円、ワンドリンク込みです。場所はスタジオ RI、 JR 中央線三鷹駅徒歩4分のスタジオです。詳細は三鷹アニメーションミュージアムスタジオの公式サイトをご覧ください。ユーストリーム、ありがとうロードプロジェクトメンバーも参加いたします。たくさんのお客様のご来場お待ちしております。はい、エンディングでーす。はい、早速、はい、門前とか来てないからスタジオ告知がどうぞ。はい、あ、立たなくてもいいのかな。立っても立たなくても、はい、ですね、今回もこちら三鷹、違うね、はい、ちょっと今フリーズしました、ごめんなさい。はい、ここね、 RI スタジオさんですが、はい、RI スタジオさんのとは別の、井の頭公園、親玉ですね。あ、親玉ですね、うん、井の頭公園から近い、もうすごい近いところにあります、三鷹アニメーションミュージアムスタジオさんもぜひご来場ください。すごいご来場ご来場ください。はい、いいところなんですよ本当に。そうですね、はい、皆さんぜひあのご使用くださいませ。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、続きまして番組告知です。はい、よいしょ。はい、そのね素敵なスタジオで毎週土曜日1時から30分生放送しております。このねちょっとおかしなメンバーで毎週お送りしておりますので、でコーナーもあのクイズとかだけじゃなくていろいろやっておりますので、ぜひぜひ毎週生放送でぜひご覧くださいませ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、そしてここで自己じゃない各自の紹介しましょうか。自己紹介です。そしたらエリカさんからどうぞ。私から、はい、はい私初めて今日前に出てきたわ。お、はい、エリカです。知ってます。もうなんか今日絡みづらいわ本当に。エリカです。自分の、個人ブログ、アメーバブログでエリカの気まぐれ散歩やってます。そしてラジオブログ、ニャーナエリカの、ニャーナしか書いてない、ニャーナエリカのお話ブログ、そしてツイッターあとちづる2011でやっておりますので、ぜひぜひ見てみてください。そしてもう一つ告知、クリスタルレインボークラブ、こちらですね、レインボータウン FM 大江戸放送局 79.2 メガヘルツでやっております。番組今日いないんですけど、
こちらですね、モンマくんと一緒にやっておりますので、私毎週出てます。モンマくんが1週目、2週目と4週目ですね。もうよく分かんなくなってきちゃいました。はい、そんなエリカでした。はい、はい、はい、じゃあ、OK、はどうぞ。はい、はい、何も言ってない。ニハオ、ショウマリです。ブログチョコデキシとツイッターアットマーク ZHONGZHONLI でやっております。あ、これちょっと間違ってるな。いいわ。間違えてましたけど、今口頭で言ったのが正しいあれでございます。はい、ゴールデンウィーク明けということで、休んでたわけじゃありませんが、若干5月病かもしれません。ちょっとボケボケしているんですよね。間違えたりしてるわけですよ。ちょっと気を取り直してしっかりやって、母の日は盛大に母を祝いたいと思います。お素晴らしいです。お母さん、ありがとう。はい、そして小野さん、小野さんで、はい、西山。確かにね、今日母の日っていうタイトルなんで、そうそう、何でも一言触れないっていう。明日がね、母の日本番だからね。どうも、母の日、西園孝之です。いや、いいと思うんじゃねー。はい、ツイッターやってます。はい、フォローの方よろしくお願いします。はい、まあ告知なんですが、6月の末に、舞台立たせてもらいます。はい、劇団21世紀フォックスの11人の少年、よろしくお願いします。まあそれの稽古が入りますので、しばらく僕出てこないと思いますが、よろしくお願いします。皆さんをよろしくお願いします。はい、もう皆さん頑張ってるんです。だから以上です。なんだなんだなんだ、もう絡みにくいなお前。なんかよくわかんないよ。はい、熊谷博明です。いやー、今日初めて僕も前に出てきました。してます。いや、あの遅いです。そこに、はい、母の日なんでちょっとカーネーションっぽいも書いてみました。僕もですね、あの母の日は盛大に祝おうと思ってますんで、あのよかったら皆さんもね、あのどんな感じで祝ったかとか、まあキャストブログとか、皆さんツイッターブログやってますんで、そちらの方にもこんなことしたよって書いていただけると、あの皆さんもあのこう、ね、返事もできて楽しいと思うんで、よろしくお願いします。はい、そしてこのままの流れでいっちゃおうかな。イエー、次回予告です。はい、次回予告、僕がここにいるということは、なんと、僕のコーナーが次回来ます。またまた。ということはですね、僕の例のトークショー久々にやりますんで、皆さんトーク盛り上げてってくださいね。よろしく、頑張るぞ。最後じゃないですか、くまちゃん。そうなんです。お、そうなんです。僕が5月いっぱいであの卒業という形なんで、何、あの僕の最後のコーナーとなりますので、どんなことをやるかはお楽しみに。はい、そしてですね、来週、じゃじゃん、アニソンライブがちょうどこの場所、RI さんを使って行われます。はい、来週ですね、5月17日、アニソンライブ2014梅雨、こちらの方がね、ここであの来週行われますので、僕らの放送がその次の週になります。はい、ということは来週の放送は僕らではなく、お休みということになってしまうんですかね。お休みですね。はい、ここ来てほしいですね。はい、なんで、ここのスタジオ RI さんですよ。そうなんです、ぜひあのライブの方に来ていただいて、僕らともあの会って喋っていってください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さてさて、はい、いやーね、もう今日もね、いっぱい喋ったんでね、うん、まあ、西山先生面白かったね。まあ、そうだね。来週もね、新しい先生が来るんでね、放送はね、はい、楽しく頑張っていきたいと思います。はい、はい、それでは最後はいつものあれで締めたいと思います。はい、はい、本日もご覧いただき、せーの、